はい、じゃあよろしくお願いします。今回は中学校2年生の参考書の交点を使った面積特訓丸1をお送りします。で、まあこのページなんですが、大問1と大問2があって、まず大問1の方だけ解説やっていきますので、まあそのページ開いてぜひ聞いてみてください。じゃあ早速ね、全部で5問ありますのでやっていきましょう。で、問題文は書いてないです。で、このね、今回まあ1次関数とね、まあ比例の式もありますけど、こういう関数の問題、これは勝手に俺が言ってるだけですけど、関数の問題っていうのは問題文ありますよね。で、問題文って基本的に長いです。関数は情報がいっぱい入ってる。で、そこに書いてある情報をグラフの方に書き写します、最初に。で、この時に大事なのが、書き写し忘れがないようにちゃんと丁寧に写してあげる。で、まずやっていきます。で、やった後になんでそれをやるといいのかを説明します。で、まず直線 L が y イコール x って書いてくれてるから、あ、この直線の式 y イコール x なんだって書いておくんです。もう決まってるからね。で、m が 2.-4 の6と8の3を通ると。で、これに関してはどこって決まってないんで、まあメモの仕方はいいけどね、なんでも。-4 の6と、まあ、8の3を通ってるんだねって、こいつ m が。まあ自分が分かればいいです、これはね。で、直線 m と x 軸の交点を a。これは書いてあったね。で、l と m の交点 b も書いてある。まあこれだけですね。まあ今回これしかなかったんですけど、あのね、例えば直線の式とか座標とかがいっぱい書いてあるときに、一回一回こっちを確認してこっちを見る、こっちを確認してこっちを見るっていうのはすごく時間が取られます。で、なんで取られるかっていうと、あれどっかに書いてあったよなーって探すのに時間取られるからさ。で、それってすごくもったいないので、もうここに書いてある情報は全部写しましたと。そしたらもう読まなくていいんだもん、こっちの文章で、ここだけ見て考えればいいでしょ。そうすると、頭の中もスッキリするからね、気づきやすくなるし、いろんなことに。なので、いいことがすごく多い。だから、よかったら試してください。でも、自分に合わなかったらやめてください。そこは任せますんで。じゃあ、本題に戻りましょう。まず1番から。で、1番は直線 M の式を求めようと。で、M に関しては、この2点を通るっていうのがもう出てるので、これ使っていきます。で、見てわかるように、原点通らない直線の式。だから一次関数なので、y イコール ax プラス b を使います。一次関数ってわかるからね。で、2点通ってるから、こっから傾き、a を出して、あの x の増加量分の y の増加量でね、出してからでもいいんですけど、自分は連立方程式使う方が好きなので、この -4 の6をまずこれ代入します。そうすると、6イコール -4a。プラス b。で、ちょっと、普通はこうなるんですけど、これ入れ替えます。もうこうやって、丸々。右辺と左辺、丸々入れ替えるときは、符号変えなくていいんでね。だから、こうなる。で、8の3も代入すると、3イコール 8a プラス b なんですけど、ちょっと入れ替えますね。で、こうなります。で、この連立方程式解きます。で、この時は、必ず b が揃ってくれるので、もう引き算すればすぐ解けるんですよね。で、楽なので、で、引き算って決めたから足し算に変えて、符号も全部変えちゃいましょうと。で、マイナス 12a イコール 3a をマイナス12で割ると。で、割り切れない時は文字にくっついてる数字が下に来ると。で、いうのがね、よくやってるんですけど。だから、マイナス12が下に来るので、12分の3、約分してマイナス4分の1ですね、と。で、この a がマイナス4分の1っていうのはどっちでもいいです。式に代入します。まあ、上に行きましょうか。で、上に入れると、マイナス 4× マイナス4分の1で1だね。1プラス b イコール6です。で、1持ってくると、b が5というのがすぐわかります。だから、a と b が出てきたので、直線の式は、m は y イコールマイナス4分の 1x プラス5と、これが答えになります。で、これが出たら、ちょっとこれも使ったんで一回消しちゃいますね。 m の直線の式が y イコールマイナス4分の 1x プラス5と書き込んでおきましょう。出たものはね。で、これも自分のこだわりなんですけど、使う使わないはわからないけど、一次関数の式出てきました。切片プラス5ですよね。切片がプラス5、切片っていうのは y 軸とぶつかったところなので、ここがプラス5なんです。今ここが5なの。
書いておくといいです。そう、もうね、出した時にすぐ書く。こっちは比例なんでね、原点取ってるからそういうのがないんですけど、書いておくと楽っすね。で、次行きましょう。 B の座標ですね。で、 B はL と M の交点になってるので、交点っていうのはこいつとこいつを連立方程式で解けば OK です。なので、まあそれ連立で解いていくんですけど、今で、これはね、まあ加減法使ってもいいんですが、あれは Y イコール X なので第二法でいこうか。これ加減法でも構わないからね。ちょっと今書きませんけど、これ連立方程式解くと思ってください。で、Y イコール X なんで、ここの Y に X を代入します。そうすると X イコールマイナス4分の1 X プラス5。これこっちに持ってくるとプラス4分の 1X です。で、4分ので通分すると1は4分の4です。ここ、これ小数じゃねえや、分数苦手な子ごめんね、暗算で言っちゃってるけど、4分の4足す4分の1なので4分の 5X に変わります。で、5が残ると。で、これは両辺、4分の5は邪魔なので、5分の4をかけます。こうやって。そうすると、ここ、約分で一気に消えるから。X しか残らないからね。で、5も、こうやって約分できるから、X イコール4とすぐ出てきます。で、X が4で出てきたら、こっちに代入してもいいんだ。あ、違うねや。これに代入してもいいんですけど、もともと Y イコール X って、Y と X 同じだよって言ってるから、だからもちろん Y も4です。つまり B の座標は4の4でしたねと、がわかります。で、これも書いておきましょう。出したからね、4の4といいかな。で、次、ここはまずね、メインですね。三角形 OAB の面積を求めようと。ちょっとなぞりましょうか。 OABで、関数の問題で面積はよく出てきます。特に、まあ、受験問題とか、模試とか、になると出てきやすい。まあ、学校の定期テストも出てきますけどね。で、三角形です。三角形の公式っていうのは、底辺、かける高さ、かける2分の1です。まあ、もしくは割る2ですけど。で、今回だったら、底辺はここですね。で、高さはここになります。で、底辺、まあ、高さからいこうか。高さなんですけど、今 B が4の4って分かってる。4の4っていうのは、4の4なので、今ここ4って言ったから、ここ4なんですね、高さが。すぐ分かる、座標でね。今同じ数字だからちょっとね、こんがらがりやすい。こんがらがし、ん?こんがらがりやすいか。なんですけど、じゃあもし、これが3の1だとしたら、3の1なんで、高さは1になります。3の1だからね、座標は。で、問題がここなんです。この長さ。で、この長さを出すためには、ここの A の座標が欲しいんです。ここの数字が分かればここ出せるから。じゃあ A を出そうと。で、どう出すかっていうと、まず A はポイントとして、X 軸に乗ってますよね。の上にある。X 軸の上にあるっていうことは、Y 座標は0です、絶対に。っていうのが分かってる。で、自分がよく言いますけど、関数の問題っていうのは、今座標点があるでしょ ?A っていう。この A は M っていう直線に乗ってますよね。L には乗ってないけど、M には乗ってるでしょ、この A。乗ってるんだったら代入して OK なんです。で、今 Y が0って分かってるから、ここの Y に0を代入しちゃえばいい。で、代入すると、やろうか。すると Y が0、マイナス4分の 1X、プラス5。で、これこっちに持ってくると4分の 1X イコール5。両辺4かければこれが消えるので X は20と分かります。だからここの X 座標20なんです。つまりここが20なんだから、もちろんここも20なのって分かれば、あ、底辺も高さも出るじゃんっていう話なんだよね。なので三角形 OAB かな、いきましょう。三角形、ちょっとインク混ざって黒くてごめんね。 OAB イコール底辺かける高さかける2分の1、これをやって40と、これで終了です。で、面積っていうとどうしても平方センチメートルとかくっつけたくなるんですが、問題文に1と、あと1メモリを1センチとするみたいな、センチメートル使いなさいって指示があったら書いてください。でも指示がないときは
単位つけると減点とか罰食らう場合があります。で、今回自分の問題ではないので、だから単位をつけずに40で OK です。いいかな。これがまず面積の出し方だね。で、まずここまではできるようにしましょう。ここまでは。で、こっからちょっと応用になるんですが、次点 B を通って今の三角形 OAB の面積を2等分、つまり半分にする直線の式求めようという問題で、これはですね、もうやり方覚えてしまうとこうね、どうってことないんですけど、 B を通れと言ってるからここは通んなきゃいけないんです。で、その三角形真っ二つにしてやりたいと。で、その時にじゃあどこ通ったら真っ二つになるのかなって考える。で、答えから言ってしまうと、これは OA のど真ん中のここ、ここを通ってしまえば真っ二つに切れるんです。なぜかっていうと、これ左の三角形と右の三角形ありますよね。今真っ二つっていうことは、この左と右の面積同じなんです。真っ二つだから。で、三角形はさっき言ったように底辺かける高さかける二分の一でしょ。今左の三角形も右の三角形も高さは同じです。全部こっちになるから。ってことは、底辺真っ二つにすれば面積半分になりますよね、ちょうど。だから半分すればいいと。で、今もともと20の0って分かってたから、じゃあここは10の0ですよね。半分なんで。ってことは、10の0を通ります、 B 通るってもともと言ってるから4の4を通りますってのが分かったので、この2つの点が通るってことが分かりました。2つの点が通ることが分かれば、1番と同じで連立解けば直線の式出せると。で、終了です。あとはいいかな。で、まともまさっき同じだね。直線の式なんで、y イコール ax プラス b を使うと。じゃあ、4の4から代入しましょうか。で、代入してどうせ入れ替えるので、もう入れ替えちゃいますね。4a プラス b イコール4。10の0代入します。入れると、10a プラス b イコール0です。引き算します。ちょっとね、足し算に変えて、引く、これ変わんないなので、マイナス 6a イコール4。で、これも割り切れないので、文字にくっついてる数字が下に来る。だから、A がマイナス6。これあれだな、ちょっと入らなくなるんで、こっち行こう。ここに答えを書いてしまいたいので、ここから行くね。A イコール、マイナス6分の4です。マイナス6分の4、約分できるんで、マイナス3分の2となります。いいかな？で、これをどっちかの式に代入すると。まあ、上の方が、いや、下の方が簡単かな。もともと、10a プラス b イコール0だったんでね。で、ここに入れると、マイナスだから、マイナス3分の20プラス b イコール0なんで、こっちに持ってくると3分の20ですね、b は。こうなると。で、今回出したかったのは、直線の式なので、ここで止めないと、ちゃんとね、式を書いて終わります。だから答え。y イコールマイナス3分の 2x プラス3分の20と。これで終了でございます。で、出したんで書き込んでもいいんですけど、ちょっとね、今回次の問題解説やるときに使いたいんで、これ書かないでおきますね。使わないんで今回は。まあ、こういう解き方になります。底辺を半分にしたいんです。面積半分のときはね。で、同じような問題で、次、点 A を通って、同じように面積半分にしたいと。だから今度は、B ではなくて、ここを通って面積半分。どこが底辺になるかっていうと、その反対側のここです。ここを半分にするところを、通れば、面積が半分になります。いい？じゃあ、あとは、ここ。ちょうど半分のこの座標いくつやねんっていう、そこだけ分かれば OK なの。で、これは出し方があって、ちょうど間の点って中点って言うんですけど、中点、中の点って書いて中点ね。中点の出し方は、今まあこっち原点なんで、まあ、それやりやすいんですが、こことここの中点ってもし言われたら、 X 座標 Y 座標をそれぞれ足して2で割ります。口でごめんね、もう一回言うよ。それぞれの X 座標と Y 座標を足して2で割るんです。だから、今回こっち00なんです、原点が。00と44の中点だから。真ん中だからね。だから、それぞれ足しても4なんだよね。0足す4は4だし、0足す4は4。
で、それを2で割るから、ここ2の2になります。だからもし今ここには関係ないですけど、じゃあこうやって点がありますと。で、こっちが1の3。で、こっちがじゃあ5の6としましょう。座標がね。で、そいつの中点出したいなと。真ん中の点。出したいなと思ったら、ここですよね。この座標は、x 座標を足します。1たす5で6ですね。それを2で割って3。3たす6で9です。2で割って割り切れないんで、2分の9と。これが中点の出し方です。今ね、2の2簡単になりましたけど。で、あとはもうさっきと同じです。2の2を通ります。a を通る。20の0を通ります。この2つを通る直線の式を出せば OK と。いいかな。で、これをやっていくと、まあ同じだね、式としては。で、y これ x プラスで書かないでいいか。2の2を入れてひっくり返すと、2a プラス b イコール2です。で、20の0を代入すると、20a プラス b イコール0引き算します。ちょっとこれ書いちゃうね。マイナス 18a イコール2。これも文字にくっついて数字が下に来るんで、マイナス18分の2、約分すると、マイナス9分の1になります。で、これを、まあ、下の式の方が楽かなに戻すと、一応書くか。戻すと、マイナス9分の20、プラス b イコール0、持ってくれば、b は9分の20ですね。こうなります。ちょっと消すね。で、A と B 出すことができたので、最後。Y イコール、マイナス9分の1、X プラス9分の20と。なかなかね、複雑な式になりましたけど、これで正解となります。いいかな？なかなか計算多くて大変かと思うんですが、ひとまず、もう3番まではできるようにしてください。必ず。この三角形 OAB っていう、このぐらいの面積求める問題は本当によく出てきます。でも、やってることは、底辺と高さを見つける、それだけなんです。高さは見つかってたしも。いいかな？で、その後に面積を2等分、半分にする問題が出てきたら、こういう風にやっていくんだっていうのをぜひね、勉強してもらえたらと思います。では、今回は中学校2年生の参考書の交点を使った面積特訓丸1、まあ大問1ですね、の解説やらせていただきました。今回もね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で、この後の大問2もそうですし、他のところも撮っておりますので、もしよかったらそちらの方もご視聴ください。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。